名鉄観光公式 YouTube アンバサダーの山本純です。さあ今回は初めてのトレッキングということで高尾山にやってきました。今回のパートナーは神野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常にいいお天気ですので、はい、景色も楽しんで行ってくると思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。高尾山行きたい方ぜひ楽しんでください。はい、さあここは高尾山の途中にある権現茶屋、はい、そうです、薬王院さんの敷地内にあるお茶屋さんなんですけど、はい、ここの名物が今高尾山が持っていただいている、黒ごま団子と金ごま団子、はい、とこちらには、ね、みたらしですね。これでもお餅自体にもごまが、ね、入ってます。そうですね、うん、でまあ、1個がやっぱ大きいですよね。あ、確かに立派。これも高尾山グルメの欠かすこともできない、はい、高尾山ってやっぱり山だけでこういうグルメも楽しめるところなので、ぜひ他にもね、はい、ラーメンとかもありますよ。でもちょっと今回はじゃあお団子、お団子でいただきます。はいはい、どれいきますか。私は個人的には黒ごまが好きです。あ、じゃあ黒ごまどうぞ。ありがとう。これ白ごまですか。金ごま、金ごま、金ごま、じゃあ金ごまいただきます。よろしいですか。いきます。はい、香ばしい。すいません、食べれません。めっちゃ美味しい。美味しいです、うん、確かにごまの風味がすごい。黒ごまもすごいですか。ね、柔らかくて美味しいです、うんうん、気をつけて外で食べられるのいいな。いいですね。お店の外で焼いても、うん、大丈夫ですか。さあ神野さん、頂上から降りてきて、はい、もう途中でねお土産も買ったり、ここまでやってまいりました。はい、もうここから先はそこにケーブルカーの高尾山駅がありますので、はい、もう下りはケーブルカーで一気に清滝まで降りてきて、ケーブルカーに乗るのも楽しそうですね。そうですね、周りを見渡しながら、はいはい、下りの、ね、景色が綺麗に見えると思います、はいはい、で乗る前にここにちょっと天狗焼きっていうこれももう一つ高尾山の名物グルメ。私たちすでにもう、はい、あったかいし可愛い。これ見て天狗すごい。中にですね黒あんの入ってる、はい、お菓子ですね。焼きたて、これ焼きたて、はい、ではちょっといただきます。割ってみましょうか、はい、おー、小豆がいっぱい入ってるよ。これ焼きたてですからね。焼きたてです。本当に熱々、はい、ちょっと山の天気が、ね、涼しくなって寒くなるのでちょうど最後にいいかも。いただきます。うん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 、美味しいです。もう黒豆がねすごく山歩いてきて疲れた体にこういう甘いものってすごく美味しく感じますからね。普通小豆ですけど黒豆の、うん、そうです、はい、あんこなんですね。そうです。すごい粒がいっぱいです。美味しくいただいてケーブルカーで降りていきたいと思います。はい、うん、さあということで下山してきました。もうケーブルカーね、はい、一番最初に来た清滝の駅まで戻ってきました。はい、そして帰りにはたくさんのお土産を私も買いましたけれど もう本当にこうお腹も満たされて心も満たされる、はい、そんな楽しいトレッキングでしたね。そうですね、高尾山の下にといろんな種類がありますからね、はい、美味しそうかなと思います。はい、ぜひねこう行った方はもちろんですけれども行ってない方にプレゼントして今度次回一緒に登ろうっていうのもいいかもしれませんね。で登山をねどん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 好きになっていただければいいかなと思います。はい、ということで今回は初めて登るトレッキング近場にある高尾山を登らせていただきました。映像を見て気に入ったという方はぜひいいねボタンをお願いします。そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。名鉄観光の公式 YouTube でまたお会いしましょう。ありがとうございました。